はい、どうもこんにちは、吉田成正です。はい、今日ご紹介するのはこちら、おいお茶濁りまろやかホイン 50% です。はい、濁りお茶、深蒸し緑茶の豊かな、まあ、あれですね、あやたかみたいなもんですね。濁ってるけれども、まろやかですよと。濁ってるってことは、まあ、渋みとか苦みがあるってのが普通だと思うんですけど、でもまろやかですよっていうことを売りとしてるんじゃないかと思います。この商品名から推測するにね。はい、どうでしょうかね。実際コップに取るとですね、本当に濁ってる、濁り具合がわかるのかなと思うんですが、濁ってますね。透き通ってはいないですね。はい、確かに、見えないですね。はい、なるほど。ちょい苦味があるかなって感じですね。ちょい苦って感じですね。普通の多いお茶に飽きた方がいいんじゃないかと思います。はい、ということで、今回ご紹介したのは伊藤園さんの多いお茶濁りまろやかでした。はい、今日も見ていただいてありがとうございました。のりまさ TV ではですね、あなたのですね、チャンネル登録をぜひお待ちしております。よろしくお願いいたします。